ライジョンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、皆さんに一つ聞きたいことがありますということで、皆さんね、最近流行っているめっちゃ強な施設知ってますか？インフェ、テスラ、ゴボリ、そう、あの施設が流行ってるんですということで、こちら見ていきましょう。大砲ですね。はい、ということでね、今大砲がねめちゃくちゃ来ているというところで、まあね、これ高回転系だけだろうと思う人結構いると思うんですけど、まあね、確かに高回転の、まあ、このロイフグだったり、あとはなんかバルーンとかにもね、大砲が採用されてるんですけども、あともう一個こちら、エレザイにもね、結構その大砲が採用されてね、まあ、昔あったこうテスラ最強時代に、まあ、テスラこうスケとあと削り呪文とボンバーみたいなね、感じのまあリニューアル版なんですけどね、まあ、そんな感じのにこう大砲がね入っているっていう感じなんですけど、今日はねこちらの、大砲ロイフグやっていきたいと思います。はい、なんですけどね、やっぱ今大砲が来てるということで、何がね大砲のいいとこってなんだろうって考えた時に、やっぱ3コストなんですよね。まあエレジャイとかはね、まあ墓石が好きな人とかはまあいると思うんですけど、まあ、個人的にはね、やっぱ大砲がなんか3コストでしかもちょうどいいんだよね。そう、なんかこうさ、最近結構なんだろう、まあ、ちょくちょくゴースト U の系が、まあ、メガナイトラムとかにもね入ってるんだけど、ゴースト U の系がちょっと増えたなって思ったんですよ。そうっていう時に、まあそのゴボウリだとまあ受けられるんだけど、まあ、ゴースト U のもねしっかりと、まあ、両サイド攻められた時に、まあ、真ん中スケとかでね、集めれば、まあ、大砲だけでねしっかりと守れるのもあるし、あとねペッカとか、メガナイトを溶かす時に攻撃してくれるっていうのがでかいんだよね。そうだからデリバリーとかでタゲを取ってしっかりと、まあ、大砲で攻撃してくれる。でまあ、そこにライトニングとか打たれたら、まあアチャクイ出してね生かしていくっていうね立ち回りができるんですよね。うわ待って、これ待って、めっちゃやばい、これ負けたら40ぐらい持ってかれる。やべえ、40はやべえ、俺そんな高くないのに。さっきさ、俺さ世界40ぐらいまで行ったんですけど、よいしょ、さあ、うわメガニキー、やば、マジ？あ、熱い。あぶねえ、あぶねえ、ちょっと待って。キングキズできなかった。いや、あのデリバリーちょっと邪魔だったな。クエイクとかで、あれだね。できればよかったかな。いや、いいね。3発エリクサー相手そんなない気がする。いけ、いやでかい、これでけえな。メガナイトのエリクサーない時のこのぶち込みロイフが強い。スケバレからのギャングを使ってたからね、からのだったもんね。うん、オッケーオッケーオッケー、からのやりごばしまいだったから、いいですね。さあこれはどうしよう、スケルトンから合わせるか、いや大砲から合わせてもよかったな正直。さあこれはケツアチャクイしていって、なるほど、さあここでタゲを変えてあげる。いやいいよ、はい、大砲が強い、残る。さあここはまあ細かいね、回してからのロイフもあるだろうが、いやー来たー、キラマー、さあ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 っていう感じでね、このメガナイト系にもねやっぱねスケファイスピで回転勝てるのと、あとね防衛施設を出すとき大砲なのかね、やっぱ、いやこれはこじつけすぎかな、こじつけすぎかな、大砲、いやだけど大砲ガチ強いのよ本当に。さあ GG、 はい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 、さあどんどんいきますよ。そう昨日ねトロ上げしてて、そう世界40ぐらいかなまで行ったんだけどね、一瞬そうなんだけどね、まあ、そっから若干落ちちゃったんだけどね、やっぱこの大砲であることによってなんだろうな、何に弱くなるって言われると、若干
JPP とか、なんかファイボにちょっと弱いんですよ。この大砲が、ファイボで結構すぐ溶けちゃうから、なんかペッカ工場とか、まあ、後ろ工場からの足前ファイボとかにも、まあ、ちょっとだけ弱いから、対策しながらね、置かなきゃ、まあ、ギリギリで置いたりとか、まあ、しなきゃいけないんだけど、まあ、ただ、その、なんだろう、エレジャイとかゴレ、あと、ジャイスケラですね、に対しては、その、ファイボじゃない大型系にはめちゃくちゃ強いのよ。その大砲だけでジャイとか、まあ、エレジャイゴレ防衛できてめちゃくちゃね勝率がいい、そこら辺に。でなんだろうな、ゴレエレジャイって基本このアチャクイロヨグだと、まあ、結構厳しいんですよ相性が。そう、まあ、やっぱりこうね、クエイクなんで後ろのねガン詰めユニットがやっぱ2倍タイムのねガン詰めが止まらないっていうところなんですけど、これがね止まるんですよね。これが止まるの。大砲であることによってゴレが溶けるから、後ろのね、メガゴとか、まあ、ベビドラにこうターゲットがいって、そこをね、デリバリーとかで回収できるんですよね。そう、だから、結構ね、このね、大砲っていうのが、まあ、大型に勝てるっていうのがね、俺個人的には、やっぱこの、ストレスがね、溜まりにくくて、めちゃくちゃいいんですよね。よいしょ。あっ、はい、いいね。大砲も使ったから、ここは取れねえかな。はい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 、ここはスケルトンで囲んでいく。やべ、ミスった。まっ OK。 これファイスピー行こうか。これ樽宝石アイスイーズなんで、ああまあそうだよね、樽宝石アイスイーズなんでさ、これの樽場のダメージはウッドより痛いのでしっかりとケア。はい、キッズアチクイですね。まあ、遅延スキラっぽいので、まあ、ベビードラ来たらね、大砲で受けつつ、やっていきたい。やっていきたい方。なるほど。はい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 。おーい、いいっすね。いや、ボス行きそうだけどな。そうだよね、まあ、クエイクさえやればスキラー守れるので、まあ、ウッドよりもね結構重要度高いんですよクエイクは。さあ、ここはスキラー来そうな顔はしてるね。からの墓石が来る。あー来ない、やばい。よいしょ。やつはデリバリーで処したい。なるほど。いやだるいなそれ。これ一回大砲寄せて出してアースクエイク、ちょっと低めに出してからの、いやいいね。大砲がねこのスキラ処理手伝ってくれるのがね熱いんですよね、めちゃくちゃ。よいしょ。さあ来ないならクイック打ちます。クイックって削る。これベビドラ先行させて、さあいいよ、今のうちにクエイクからのハイスピで回してアチャクイが次3枚目かな。うわっつえこれで次クエイクなんですよ。もうそうなんでウッドクエイクウッドで終わりかな。なんですけどここはしっかりと投げていってからロイホグ、うん、いや一発花チョンする。いや、いい、大砲がいい、大砲がいい、大砲がいい。やばいやばい、怖い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 。あーいいね。いや遅延スキャラにも勝てちゃう、大砲が強いから。さあ GG。 いやこの大砲がね、いやこの562ってね大砲で抑えてるんですよこれを。
しかもね、やっぱね、なんかいいところとして、そのナイトとかにポンと置くじゃないですか。もし来なかったら普通にナイト抑えられるし、そこでスキャラ来てもね、端前止めるだけで、あとはね、後ろにウッドでも転がしておけば、まあ、大砲と、まあ、タワーでスキャラを抑えて、まあ、前はね、アチャクイだけっていう感じで、めちゃくちゃいい感じに守れるんですよね。そう、これ見るとね、結構大砲強さに見える。だし、まあ、あとね、本当に俺見せたいのが、ゴレ入れじゃい。ゴレ入れじゃいって本当にゴボリだとマジライトニング打たれて結構シャバいんですよ。そうなんですけど、あのね、大砲だとライトニング打たれるまでにやっぱ若干ね、エレジャイに関してはマジで削ってくれるし、ゴレに関してはね、結構アチャクイタ離すだけで基本守れるんですよ。あの26がね、26使いがよくやってるような、あのまあね、単純に大砲とまあアチャクイを離すような防衛で、まあ、どっちかが生きるとね、普通にゴレが溶けるので、まあ、めちゃくちゃね強いんですよね。そう、まあ、マジで大砲ねちょっと広めたい本当に、まあ、ガチでね、この強いデッキマニアのね俺が言うんでね、間違いないですよ。今大砲が来てるんですよね本当に。まあ、あとはなんだろうな、あの回転が1個速いっていうのは意外と大きくて、あ、なんかね、ほんとバルーンとか、あのね、対空しょぼいだろって思うじゃないですか。テスラの方がいいんじゃねえならって思う人いると思うんですけど、あのケツラバされてさ、こうケツアチャク合わせるじゃないですか。で、逆サイバルーンとか来たらもう詰みそうじゃん大砲だと。でもそのアチャクイが出てる間って、まあ、サイクルがその2枚、あ、3枚でさ大砲が回るっていうのがあるじゃないですか。だから、まあ、普通にラバ側にね、こうデリバリーとか出して、大砲出してから、ラバ側にデリバリー、で、スケファイスピードでまた大砲が回るんですよ。つまりということは、逆サイのね、なんだろう、この、バルーン、キング起動できるんですよ、大砲2機で。大砲2機出すと、大砲2機になるんですよね。だから、大砲2機にすることによって、キング起動ができるっていうね。もうそれ聞くとさ、もうさ、5ボーリだと、序盤がやっぱ8コスト。施設8コストちょっと重たいんですよ。うん。だからできないんだよね。そう、だから、めちゃくちゃ強そうじゃない?それ聞くと。だから別になんか、その、なんだろう、本当に、アチャクイ出して、待つだけ。待つだけ。ほんと。ラバ来たら、ケツアチャクイ合わせて、あ、もうどうぞ、好きなーいっていう感じにしとけば、大砲ね、2機出すだけで金魚起動ができます。マジ激アツだからね。さあ、来ました。いや、この人は、なんだっけな、ドリル。いや、ドズルトルネだった気がする。さあ、ここはね、とりあえずウッド転がしてって、さあ、これ大本、そう、ゴリラドズルトルネおい、誰で笑ったやつ、あ、マジか、あ、熱い、それは。エレキ?いや、ゴルナイマジでな。さあ、ここはデリバリー。いやー、待って、最前列じゃないけどボンバーに当たってない。うわっ!ああ、いや、これ一発タワー殴ってくんないかな。頼む、殴れ、絶対に殴れ。はいはい、おう、ドリルだった気すんだけどな、このボンバーからして。はい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 、はいはいはい、いいよ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。これ、ユーノとか来た時用にね、スキル構えてあげて、ボーン。さあ。いや、ボンバーまで当たるようにしとけばよかった。いや、これ、雪玉、絶対エリキ出す、エリクソンないですね、これ。めっちゃ入る。オッケー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 。よーし。で、ゴルナイはね、ここの位置の施設だと飛んじゃうので、ゴルナイに合わせるときは、ここに合わせるのがいい。またケツゴルナイかな。ハイスピぶち投げちゃおう。スケ切って、キラマ切って。いや、ワンチャンキラマある。きたー!アキラマー!アキラマばっかだ、マジで。あっちー!いや、名前でドリルって知ってるのも熱いな。さあ。いいよ。さあ、GG、OK!
さあ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 、いや、やっぱ大砲が熱いな。いや、これでさえ本当に序盤の1コストってでかくて、アチョクイのそのクローク発動できるかできないのかの瀬戸際なんですよ、その1コストって。とか、まあ6コストでロイホグ投げてスケルトン部隊とか来たら、まあ渋いんですけど、そこでね、大砲で1コスト、ゴボリじゃなくて大砲でね、節約できてると7コストあって、まあロイホグからのウッドで、まあスケルトン部隊とか来た時も処理できるとか、なんか結構ね、やっぱ1コストってね、全然なんかしょうもないように見えて、意外と序盤だとね、大きいんですよね。さすがに終盤だとそんな関係ないんだけど、そう、バルーンのキング起動とかも大砲ね、2機立てて大砲2機にすると、まあ、6コストじゃないですか。でも5ボリだと8コストとか、そういうのがね、結構響いてくるんですよね。これラバっぽいな、 LB なんでラバハウンドですね。これ違うわ、全然。なんだよ、何これ、アイテムデッキ、ウッド、え、何何、あ、枯渇っぽいな、顔が枯渇、枯渇ですって顔してるわ、ほら。完璧。これ3発ぐらい食らえそう。これ何来る？縦線だな。あ、違う。新しい。バルキリーを2周回したいという顔？それは何顔のバルキリーなんだろう。あ、これあれできる、ファイスピの、ちょっと橋前が怖い。ちゃん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 、はい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 、さあファイスピー、おお、こっち来る、いや待って、いやー、これなんか、やばい、ちょっと待って、これやばい、これ良くないな、 LB になっちゃうよ、やばい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 、いやい、熱い、はい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 、ここに大砲が置いてあるので、これはロケでしか対応できないはず。音、ただの達人が来る、 OK、 あ、これ LSP 行かれるな、回収、はいはいはい、やぶねえ、なんか、でもこれ、橋前プリンね、完全に読んでましたね、これ、残念ながら。ジジー来たー、あぶねえ、あぶねえ、ありがとうございます。さあ、いやー、ということで、皆さん、いかがだったでしょうか、大砲の威力。これさ、今、世界100位ぐらいか、お、え、65位だ。はい、ってことでね、この、大砲アチャクイ、マジでね、めちゃくちゃ熱いんですよ、本当に。これだけ見ると、ちょっとね、ただ、プリンセス系に若干弱くなる。っていうのも、ゴボリの方が、その警戒しながら先置きできるから、枯渇系には少しだけ弱くなるんだけど、でも、とはいえね、サンスペあるから、相性がいいんですよ、むちゃくちゃに。そう、だから、まあ、若干ね、あと、ま、クロスとか、もうゴボリの方が個人的にはいいな、とか思ってるんだけど、もともと、マジの神相性が、
もう本当にちょい神相性になるぐらいなんで、ぜひよかったら使ってみてください。ってことでね、今日はね、この辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。